で、プロフィール文章っていうのは、あなたにとっての、まあ、看板ですよね。あなたイコール〇〇。あなたのアカウントをパッと見たお客さんが、あ、この人こういうことしてる人なんだって一瞬で分かるようにしないとダメなんですよ。はい、きたのです。今日は40代、50代、SNS 苦手な、コーチ、コンサル、セラピスト業されている方が30日間でも簡単に1000フォロワー以上ですね、増やすことができる魅力的なアイコンとプロフィールの作り方について徹底解説していきたいと思います。弊社が累計100アカウント以上インスタグラムを運用実績してきて、設立2年半で累計6億円以上の売上を叩き出してきた SNS マーケティング企業の代表の私が、日本一詳しくですね、インスタグラムで集客できるプロフィールの作り方っていうところを徹底的に解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなというふうに思います。ちなみに今回お伝えする内容を実践していただければ、実際このやり方で弊社のクライアントのですね、こちら山川さんっていうですね、まあコーチングをオンラインでされている方なんですけども、まあ大体7ヶ月ぐらいですかね、で、フォロワー 1.3 万人、集めまして、まあここからね、 LINE アットに毎月まあ大体70人80人、まあ、100人近くね集客をしています。そして、売上でいうと月商ベースでね、入学、2ヶ月目ぐらいでも300万円、そしてね、月商500万円と売上を上げていってる方だったりとか、こちら、井上静香さんですね、ファッション企業コンサルタントをされている女性の方です。で、彼女も8ヶ月満たないぐらいで 1.3 万フォロワーを達成して、まあ、月商でですね、300万円前後という売上を上げていらっしゃいます。あとはセラピストの方ですね、まあ、ヒーラーをされているこちらひまりさんという方なんですけども、インスタグラムを開始してから今3ヶ月ちょっとというところで、まあ、フォロワー数4500人ですね。で、売上でも月商50万円ぐらいのね、売上を上げている。で、こういった彼女彼らたちがなぜインスタで成功できたのか、それは紛れもなく実はプロフィールコンセプトが一番重要で、そこをねしっかりと押さえたからっていうところが答えになります。なのでこの動画を最後まで見ていただければですね、しっかりとインスタグラムでフォロワーをまず30日で1000フォロワー、そして2ヶ月目で2000フォロワー、そして3000、4000と増やしていくことは十分可能だし、逆にこのヒットコンセプトの作り方を知らないとですね、いくらインスタグラムの投稿頑張って、文章頑張って、フォロー頑張って、コメント頑張って、1日5時間インスタに張り付いたとしてもフォロワー全然増えません。むしろ見込みのお客様全然集まりませんっていうぐらい最悪な状況になっちゃいますんで、ぜひ今日の動画を最後まで見ていただきたいなというふうに思います。ちなみに、概要欄からね、私の LINE では今だけこちらね、書籍、そしてね、累計150分以上のですね、SNS 集客の動画講義というのをプレゼントしておりますので、興味ある方はこちらもぜひね、 LINE 登録していただければというふうに思います。はい、ということで早速今日の目次なんですけども、はい、どん、こちらのね、5つのステップについて話していきますと、まず1個目、アイコン画像とプロフィールについて。これはですね、皆さん、はい、こちら 74% ルールって聞いたことありますか？これはユーザーがあなたのインスタにお邪魔した時にアイコン見てプロフィール見て 74% ぐらいの人はすぐ離脱しちゃうよっていう数字を表しています。で、なぜ 74% もの人が離脱してしまうのかっていうと、答えは明確で、アイコンが悪い、もしくはプロフィール文章が悪いからということが原因になっております。では、どういう風にすれば初めて、ユーザーがあなたのアカウントに訪れて、アイコン見てプロフィールを見て、あ、魅力的だな、そして投稿を見てこの人のことフォローしたいと思ってもらえるようなプロフィール文章、そしてアイコン設定できるのかについて話していきます。まずアイコンの画像なんですけども、はい、どん、こちらですね、できれば顔出し画像がベストです。で、顔出し画像もですね、可能であれば明るめの写真で顔がはっきり見える、もしくは横顔とかね、ちょっと透明の顔であったとしても、画像全体がね明るめっていうのが非常にポイントになります。逆に暗い画像を使っていると人っていうのはネガティブなイメージを無意識に与えてしまうんですね。それだとフォローバック率にね、影響が出てしまうということがありますので、フォロワーを一人でも多く拾っていきたいという場合は、できるだけポジティブなイメージ、そして明るい画像、そしてできれば、顔がしっかりと映っていて、そしてね、笑顔。ね、笑顔もね、相手にね、ポジティブな影響を与えるというのは心理学的にもね、分かっていることですので、そういった画像を積極的に使うようにするのがいいと思います。そしてアカウントネームなんですけども、可能であれば個人名がいいです。よくアイコンもロゴで、アカウント名も企業の名前とかブランドの名前にしている人がいるんですが、その会社とかあなたのブランドがめちゃめちゃ認知されていて、もう本当に日本人の10人に1人が知ってるとか、100人に1人が聞いたことあるぐらいの知名度を誇るものであれば、名前にしてもいいんですが、多くの場合はそうではないと思うんですよね。であれば、インスタグラムっていうのは、特性上、ユーザー同士が人と人で繋がり合うコミュニケーションツール。これがインスタグラムを使う上で我々が求めている潜在的なニーズになります。なので、人間味が感じられる、そして人と人との繋がりで、この人と仲良くなりたいなと思ってもらえるようなアカウントを整える必要があるため、アイコンは可能であれば顔出しをして、名前はできれば個人名でやっていくのがいいということになります。ちなみにちょっとこれは裏技なんですけども、お名前の横に自分自身の業種、例えばアパレルショップだったりとかですね、ファッション企業コンサルタントとかをやっている場合であれば、それをつけるっていうのは非常に効果的だと思います。はい、どん、こちらですね、こちらね、画像に出ているように、例えば、ファッション企業とかですね、調べると、先ほどね、井上さんという方がですね、名前のアカウントが上に出てくると思うんですね。で、井上さんも、井上静香、そしてファッション企業コンサルタントっていう名前をね、プロフィールのね、ところに入れているために、検索で引っかかるようになっています。こういう形からもね、新規の流入を集めてきて、自分のね、アカウントにできるだけ流入を増やすっていうね、やり方になりますので、これも一つ効果的なやり方になります。はい、逆に、はい、ドン、顔出しができない場合ですね、この場合は、アイコン画像は似顔絵のイラストを使
うようにしてください。まあ、イメージとしてはこんな感じですね。このアカウントのように、いわゆるアイコン。まあ、今だったらココナラとかで3000円から5000円ぐらいでデザイナーさんに作ってもらったものを使っていただければ OK です。アカウントネームも、本名が出せないだったりとか、副業で会社にバレちゃいけないっていう場合は、ビジネスネームで全然 OK です。ちなみに、はい、先ほどね、こちら、ひまりさんもビジネスネームでされていらっしゃいますが、しっかりと集客をすることができています。はい、次にですね、二つ目のトピック、アカウントコンセプトの重要性というところなんですけども、はい、プロフィール文書っていうのが一番重要になります。で、プロフィール文書っていうのは、あなたにとっての、まあ、看板ですよね。あなたイコール〇〇。あなたのアカウントをパッと見たお客さんが、あ、この人こういうことしている人なんだって一瞬で分かるようにしないとダメなんですよ。そのためには、ポイントはこちらですね。箇条書きでシンプルに、そして行数は5行か6行ぐらいがベスト。そして最後に、まあ、URL っていうのをインスタグラムで一箇所だけ実は貼ることができるっていうところがあるんですね。それがこちらですね。こちらのプロフィールの下の方の URL を、ここでまあ LINE だったりとかメルマガとか LP にまあ誘導して飛ばしていくっていうことになるんですが、ただリンクを貼れば、集客できるというわけではありません。お客さんにとって、無料オファー、いわゆる無料のプレゼントで価値ある情報をプレゼントして、これ欲しかったら LINE 登録しないっていうバーター取引ですよね。っていう形で誘導していくということが、集客する上では一番重要になりますので、プロフィールの最後のリンクを貼るときには、プロフィール欄に必ずプレゼントのタイトルを書くようにしてください。ちなみに、プロフィールプレゼントを作るときは、ポイントが2つありまして、まず1つ目、ボリューミーであること。そして2つ目、質が高いこと。この2つですね、ボリューミーでかつ質が高い。あ、こんだけの有料級の情報、しかもこんだけのボリューミーな情報を無料でもらえるんだ。じゃあ、もらっておきたいなっていう、ライバルよりも魅力的でたくさんのプレゼントを渡してあげた方が、たくさん集客することが可能になります。ちなみに私の場合は、弊社で出版しているこちらの書籍と、そして150分相当のですね、SNS の無料セミナー講義動画っていうのを全部無料でプレゼントしちゃっております。これで多い月とかであれば月間150人以上ね、このアカウントからも実際集客に成功しているので、ぜひ皆様ね、このプレゼントタイトルも意識してみていただければと思います。次3つ目ですね。はい。コンセプト作成のテンプレートっていうことなんですけど、じゃあ早速、インスタグラムのね、骨組みとなるプロフィール文でどういう風なコンセプトを書けばいいのかっていうところを具体的に説明していきます。そのテンプレートっていうのが、はい、ドン、こちらですね。〇〇の人のための三角三角専門家です。この〇〇と三角三角を埋めるということがまず皆さんが今すぐやるべきことになります。〇〇っていうのはターゲットの悩み。三角三角っていうのはあなたの専門分野、得意分野です。コーチコンサルセラピストであれば何かしら自分の特技。例えば集客が得意だったりとか、腰痛改善が得意だったりとか、夫婦改善が得意だったりとか、恋愛カウンセリングが得意だったりとか、何かしら自分の強みってあると思うんですが、それをめちゃめちゃ魅力的なコンセプトに作り変えるという作業を今から一緒にやっていきます。はい、ではね、次こちら4つ目のトピックの、正しいターゲティングのやり方について入っていくんだけども、こちらスライドに出ているように、〇〇の人のための三角専門家の〇〇を埋めるためには、年代、性別もしくは業種ですね。これを抑えるようにしましょう。例えば、30代から美脚になりたい女性のための三角三角専門家みたいなね。ターゲットは年代、そして職業を、そしてですね、性別によって悩みが全然異なります。まあ、うちとかもね、フェイシャルサロンのエステの会社やってるんですけども、20代の肌の悩みと30代の肌の悩みと40代女性の肌の悩みって全然違うんですよね。なので、まずは何十代男性とか40代女性とかですね、ターゲットを年代もしくは業種、会社員でとか経営者でとか主婦でとかっていう形で絞った方がお客さんはガッと集まります。いや、修二さん、そんなにターゲティング絞ってしまったらお客さんそこしか取れないからパイが狭まってしまうんじゃないか、みたいなね、ことをおっしゃる方もいると思うんですけども、これ実は逆で絞るから集まるっていう話なんですね。イメージとしては、まず小学校 A というですね、小学校をまず制覇して攻略します。そしたら、そこで人気者になることができれば、隣の町の小学校 B というところでも、小学校 A に北野さんっていう人がいるらしいよって形で噂が広まっていって、ちょっとずつ小学校 A を攻略したら次小学校 B、そして小学校 C にまで噂が広まっていくという形で、まず1個30代って絞ると、その周りの人、40代の人も、あ、私も行けますかみたいな感じで問い合わせが来たりするんですね。昔うちの先生さんとかでも30代の女性のための筋トレのパーソナルトレーニングをやっていた方がいたんですけども、30代って書いてあるけども、20代後半の私でも行けますかとか、40代前半の私でも行けますかっていう問い合わせが徐々に後から来るようになります。もちろんメインターゲットとなる30代の女性はドンピシャで集客できます。さらにこの方はですね、二の腕の専門家として発信していたんですけども、二の腕に絞ったとしても、最終的には美脚でも行けますかとかですね、お腹のお肉落とせますかっていう形でもですね、問い合わせが来たりするので、なんだかんだ軸を絞るから、その周りの人たちをどんどん集客することができるということになるんですね。なので、絞るということから逃げないで、しっかりとここはターゲティングしていきましょう。他にもこちらに例を出しておきます。企業1年目、売上に伸び悩む女性のための、〇〇専門家であったりとか、あとは婚活講師の人とかであれば、40代から本気で婚活を目指す男性のためのっていう形で年齢、性別で絞ったりとかね。あとは3つ目、40代、更年期悩む女性のためのっていう形で、更年期悩む、そして40代っていう女性っていう形で絞っていったりとか。
とか、こういうやり方が実はインスタグラムで一番集客できる、アカウントのターゲティングのやり方になります。で、ちなみに今年齢、そして性別、そして業種に絞ろうという話をしたと思うんですけども、何十代男性会社員の人が、集客ができなくて悩む人のためのとかね、もしくは、先ほど40代更年期に悩む女性のためのっていうように、ないんで悩むっていう、その悩みの部分がいまいちピンとこない場合はリサーチ不足が原因だったりします。その場合はお客様は何に悩んでいるのかっていうところもしっかりと浮き彫りにする必要がありまして、例えばダイエットコーチをしている人であれば、ダイエットにしても、例えば女性で二の腕の肉を落としたい人もいれば、ポッコリお腹を落としたいよっていう人もいれば、美脚になりたいよっていう風に悩みっていうのがダイエットの括りでも細かく分かれてるんですよね。で、その中で自分が一番ここの部分に悩んでる人、二の腕の人を取っていきたい、美脚の人を取っていきたいっていう形で、どこを絞っていきたいのかによってもこのターゲティング変わってきますので、例えば美脚だったりとか、バストアップとか、ヒップであったりとか、もしくはお腹をへっこましたいとか、どこに悩んでる人が割合が一番多いのかっていうのをリサーチしていくためには、はい、こちらのスライドに出ているこの4つのやり方を試してみてください。まず1つ目、Amazon 書籍のレビューですね。これはダイエットだったりとか、企業だったら企業、集客だったら集客で、検索をした時にその分野の関連の書籍がいっぱい出てきます。そこの本の一番下の、レビュー欄ですねを見た時に、お客様がこの本を読んでこういうことで悩んでいたんですけども、こういう風に解決できましたっていう、結構見込み客の直接的なダイレクトのレビューが書いてあるんですよね。これをマーケティングに使わない手はないと思いますので、そこのレビューからお客様の悩みを吸い上げてきて、そこの言葉をそのまま使っていくだったりとか、あとはヤフーの知恵袋ですね。夫婦関係を改善している人だったら、例えば不倫だったりとかですね、あの恋愛だったりとか、夫婦関係改善とか、いろいろキーワードを検索した時にいろいろな記事が出てくると思います。まあダイエットとかでもそうですよね。40代美脚女性とかですね、40代ダイエットとか、食べないダイエット、いろいろ検索をしてみると、いろいろな、悩みを持った人がご自身の言葉を使って質問している、そういった投稿がたくさん何千件何万件と出てきます。そこの悩みのセリフであったりとか、どういうふうなことで悩んでいるのかっていうところをですね、知恵袋だったりとか、あと教えてグーなどを使ってですね、リサーチをしてみる。そして4つ目は、はい、身近にいる人をリサーチしようというところで、自分の一番のペルソナのターゲットになりそうな人に、近い友人だったりとか、過去のクライアントであったりとかに直接インタビューをするとか、アンケートを取ってみることによって、その人が今一番こういうことで悩んでいるんだよねっていうダイレクトな生のお声をそのまま、プロフィールに反映させるっていうのも非常に効果的ですので、まだお客様が何に悩んでいるのかパッとしないよって言ったら、そこから始めてみてください。では次、5つ目ですね。魅力的なコンセプトを作る具体的な3つのテクニックについて話していきます。はい、例えばですね、こちらのひまりさんのアカウントなんですけども、人生を望み通りに叶える引き寄せ自分軸ヒーラーひまりっていうですね、これコンセプトは、まあうちの学会でコンセプトを作らせていただいたんですけども、まあ、なかなか自分ではこんな魅力的なコンセプト作れないよって思う方もいらっしゃると思うんですよね。で、そこで今回は、具体的に僕らがコンセプトを作る上でどういうポイントを意識してやってきているのかっていう、その思考プロセスと魅力的なコンセプトが今日から誰でも作れてしまう、そういった具体的なテクニックについてね、今日はお伝えしていきます。はい、ということでこのトピックでは、〇〇の人のための三角三角専門家、〇〇は先ほどやったと思うんだけども、この三角三角を埋めるための魅力的なコンセプトをどう作っていけばいいのかっていうところで、この三角三角には魅力的な目を引くコンセプトを置くっていうことが非常に重要になります。じゃあ魅力的っていうのは具体的にどういうことかというと、一言で言うと語呂がいいということですね。引き寄せ自分軸ヒーラーひまり、これ語呂いいですよね。あとは実際うちの生徒さんでいらっしゃったのが、40代更年期に悩む女性のためのエンパワーメントコーチっていうね、コンセプトをうちで作らせていただいた方がいるんですけども、エンパワーメントコーチって、この語呂の良さっていうのがですね、実はコンセプトを作る上では結構重要だったりするんですよね。いやいや、そうは言っても周囲さん、語呂のいいコンセプトなんてなかなか思いつかないよっていう方もいると思うんですが、安心してください。はい、こちらのスライドにあるように、この三角のですね、語呂のいいコンセプトを埋めるために、心理学的に最も反応を取れる3つのポイントっていうところを紹介していきます。まず1つ目、短絡的快楽、2つ目逆説的ワード、3つ目、ネガティブ訴求のワード。この3つをうまく組み合わせると魅力的なコンセプトが作りやすくなるというふうに言われています。まず短絡的快楽っていうのは、たった3日間でとかですね、10日で痩せられるとかですね、30日で1000フォロー集まるとかですね、人間は楽したいっていう本能を持っているので、そういったところをついていくコンセプトを作っていくというやり方が1つ。2つ目の逆説的というのは、一見間違っていることを言っているようで実は正しいことですね。例えば、集客したいなら集客するなとかですね、売りたいなら売るなとかですね、売り込まずに売れてしまうとかですね、痩せたいなら食べろとかですね、筋トレしない筋トレ法とかですね、実際このコンセプトはうちの生産で昔やっている方がいたんですけども、そういった逆説的な訴求をやっていくっていうのも効果的ですし、3つ目、ネガティブ訴求というのは、人間はですね、実は得したいっていう欲求よりも損したくないよっていう欲求の方が強く働くんですよね。その心理法則を逆手にとって、知らないと200万損する節税法とかですね、今すぐ立つべき人間関係4選であったりとか、まあ、そういったこれを知らないとこんだけ損してしまいますよっていう訴求も一つ効果的です。まあ、もちろんこれを全部使っていくっていうのは結構大変なので、この中で一つ、もしくは多くても二つ使っていただければ結構いいコンセプトが作れると思います。では今僕が言ったやり方を使って事例を3つご紹介したいと思います。はい、こちらのスライドにある事例ですね。たった
った21日でマイナス 4.8 キロ痩せられるダイエットメソッド。たった2週間でマイナス10歳肌を手に入れる叩き術。30日で着実に1000フォロワー増やすための集客術であったりとかね。見てお分かりの通り、今言ったこの3つの事例っていうのは短絡的快楽っていうのが散りばめられていますよね。短絡的快楽、逆説的訴求、ネガティブ訴求のワード、この3つをうまく組み合わせることによってコンストを作っていってください。そして最後ですね、〇〇の人のための三角三角専門家は、前半であった〇〇の部分とそして三角三角の部分をうまく組み合わせることによって、こちらには2つ事例を紹介しますけども、例えば、企業支援をされている方とかであれば、企業1年目、セールスが苦手でも売れない女性のための売り込まずに売れる愛されセールスの専門家であったりとか、もう英会話は無理かな、諦めかけた30代ビジネスマンのための90日聞くだけ習得英会話メソッドみたいなね、まあ、こういったキャッチなコンセプトっていうのがパッと作れたりするわけですよね。まあもちろんこういったものが慣れなのですぐに作れるわけではなかったとしても、コツを知っているだけで皆さんはライバルよりも早くね魅力的なコンセプトを作ることができると思いますし、このやり方っていうのはこれからねバックエンドの商品を作っていくときであったりとか、セミナーを募集するときの企画のタイトルであったりとか、あとは日々の YouTube とか Instagram のタイトルを作るときとかにも非常に重要な考え方になりますので、ぜひね参考にしてほしいなと思います。ただ最後ちょっと待って北野さんと、いやそうは言ってもこちらのスライドにあるように愛されセールスだったりとか、90日聞くだけ習得英会話メソッドであったりとか、引き寄せ自分軸ヒーラーみたいな、そういったキャッチーなコピーってやっぱりここが難しいですと、なかなかこれ思いつかないですっていうツッコミも入ってきそうなので、こういった語呂のいいキャッチコピーを作るために僕が普段意識してやってることを最後にご紹介して終わります。それはこちらに書いてある通り、 Amazon の書籍のタイトルをリサーチするということ。一番簡単な方法としては Amazon の、書籍のタイトルで、魅力的なワードを、引っ張ってきて、それらとそれらをうまく組み合わせていくっていう風な、クロス戦略っていうじゃあやり方を取ってるんですけども、組み合わせるっていうね掛け算方式っていうのが一番おすすめです。では今からねこちらの Amazon のね、画面で、共有しながらご説明していきますが、皆さんは、まあ、集客だったら集客、企業だったら企業っていうように見込みのお客様が何で検索するのか、ダイエットだったらダイエットで、キーワードで Amazon で検索をした時にその書籍の一覧が出てくると思うんですが、例えばこちら集客とか企業で調べるとこういった本がいっぱい出てきます。でこの中で、タイトルのですね、文言に気をつけてほしいなと思うんですが、Amazon に載っている出ている本っていうのはもちろんタイトルが良くて売れている、で本っていうのはタイトルが悪いと一切売れないということになりますので、結構考えられて、ね、練りに練られたキャッチコピーをタイトルにされている本っていうのが多かったりするんですよね。でそこのキャッチコピーを全部丸コピーはさすがにダメなんですけども、 A という書籍のタイトルと B という書籍のタイトルをうまく組み合わせて、この文言とこの文言だけくっつけちゃうっていう形をオリジナルにするっていうのは全然セーフなので、そういったやり方を取っていきます。例えばこちらのですね、女性起業家のためのファン作りの教科書だとしたら、インスタグラムのプロフィールでファン作りの専門家だったりとか、ファン作り集客とか、ファン作りの教科書っていう文言は使えたりしますよね。あとは僕は先ほど言った愛されセールスってどっから引っ張ってくるのかっていうと、例えばこういった書籍とかですよね、愛されセールスマニュアル本っていうね、こういったのも Amazon のタイトルを日々リサーチしていると、あ、この文言使えそうだよねっていう風にアンテナが立つようになるんですよ。なので先ほどの愛されセールスっていうのはこういった本から取ってきてますし、まあ、あとはですね、すいません、こちらは私の書籍なんですけども、ビジネス1年目で年商1億稼いだ男の究極の思考術。じゃあこのタイトルを見た時にどこが使えそうかと思ったら、究極の思考術っていうのが、これは結構ですね、あの他の書籍でも使われている文言だったりするんですね。なので私は書籍を出す時にこの究極の思考術っていうのは実は他からパクって拾ってリサーチしてきてつけた文言なんですね。でそれ以外にも私はインスタのプロフィールのコンセプト以外にも本の書籍ですね、こちらも SNS で2年で4億稼いだ儲かる会社の集客論、この儲かる会社の集客論っていう文言っていうのは僕が自分で思いついたわけではなくて、すでに売れている本から取ってきたりしたものですっていうように、日々 Amazon の書籍をリサーチしながら、この文言、いわゆる1ワンフレーズってすごいキャッチーなフレーズだなと思ったら、それをすぐにメモ帳にメモしておくとか、スプレッドシートでまとめていくという形で、最終的にうまく組み合わせて自分が一番しっくりくる、そして語呂がいい、そういったねコンセプトになれば、それをそのまま採用していくっていうフェーズを辿っていただければバッチリなんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんね、そうは言っても全くのゼロからやはり集客できる魅力的なコンセプトを作るっていうのは結構難しかったりすることもあると思いますので、今日の動画を最後まで見ていただいた方はですね、特別にですねこちらの動画のコメント欄に、自分自身のコンセプトをですねコメントしていただけたらですね、直接僕がフィードバックの添削をねさせていただければと思いますので、まあ、ぜひねこちらのコメント欄の方でですねコンセプトをぜひね提出コメントしていただけたらね、僕から返信をさせていただきますので、そちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、ということですね、今回の動画最後までねご視聴いただき本当にありがとうございました。少しでもタイミングになった方はね、いいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄からねぜひ LINE 登録いただいて、はい、こちらのですね7大豪華特典プレゼントもゲットしてみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。